聖なる一幕のマーメイド、小野聖奈選手です。まずは準優勝進出おめでとうございます。はい、酔いどれチームとしてはここまでちょっとヒヤヒヤしたわ。そうですね、小野聖奈大丈夫かな思いながら何とか最終日そうですね、うん、はい、でもやっぱり勝つっていうことがね、小野聖奈にとっては大事な一つの、そうですね、使命みたいなのがあるんですけど、準備も、うん、大事だと思ってます、うん、はい。今日のレース振り返ってどうでしたか。前半の2レースは合ってなかったんですけど、うん、後半はまあまあ合ったと思います。まあ、ずっと初日から見てきて乗ってきて、はい、上向き加減にはあるの。そうですね、上向いてはいるんですけど、やっぱみんな上向いてるんで競ったらちょっと弱いですね、うん、はい。まあでも、まあ、ここから、まあ、小野聖奈の実力をそうですね、ちょっともうちょっと足を求めて、はい、調整したいですね。僕ら明日、まあ、小野聖奈より上向いたなと思うためには展示はどこを見たらいいですか。はい、展示は気にならないんです。自分でもそうなんレース行ってみないとわからないんでそうなんや。なんとか上向かせれるように頑張ります。わかりました、じゃあ小野聖奈を信じて買うわ様子見てください。顔見てください。わかりました、はい。それでは最後にファンの皆さんに抱負をお聞かせください。はい、優勝戦乗れるように頑張ります。お願いします。ぜひ乗ってください、はい、待ってます。また頑張ります。小野瀬の選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。